はい、第35回、百分率の計算を学習しましょう。今回は、百分率の計算としては、最後の元にする量を求める、ね、基準量を求めるという、ことをやっていきましょう。前回までと、ね、大事なことは一緒です、ね、百分率と言われても必ずこれです。小数、分数の割合で計算をするということです。そして答えるときに、ね、小数、分数の割合で計算してから、これが重要です。その後に、百分率に変換すると。もうこの手順さえ間違えなければ全く問題はないということです。この時にもう一個だけ言っておくと、大丈夫かな、もうね慣れてると思うけど、ただねこの辺は何回やってももういい単元だと思うんだよね。だから何度でもやっておきます。せっかく50回いただいたのでね。小数から百分率にするとき、当然、まあ、具体的に考えるというね、小数が 0.1 のとき、百分率っていうのはですね、ということはこれ何倍かっていうと、だから必ず小数を百分率、もちろん分数でもいいけどね、10分の1、ただ単位、小数点をずらせばいいだけなので、小数で考えると楽でしょう。ね。0.1 を100倍して 10%。もうこれは常に一緒です。だからこれは押さえておきましょう。これだけです。小数分数の割合で計算した後に百分率に直して。で、直すときは必ず100倍。もうこれだけなので、機械的にやっていいんじゃないかなと思います。はい。では例題に行きましょう。もうだいぶね慣れてきたと思うので、サラサラっと解けると思うんだ。ちょっと見てみようか。例題1、はい、ある紐をっていう問題です。紐を15センチ切り取りました。これは元の長さの 37.5% に当たりますよ。元の紐の長さは何センチですかということです。さあこれわからないなっていう時は図を書くといいでしょう。まあある紐があったとします。これ紐の長さだと考えてください。このうち15センチ切り取ったと、その長さっていうのは元の長さの 37.5% ということは半分より少し少ないぐらいの、この長さっていうのが15センチで、これは元の長さの 37.5% なんだって。でこの時にもちろんこのまま書いてもいいんですが、さっき言ったでしょ、計算する時はどうせ小数の割合にするんだからこう書いておくといいよと、最初からこの方が楽だよね。そうするとさ、当然百分率の時は全体っていうのは 100% なんだけど、小数の割合においては全体っていうのは当然1になるよね。あ、これね、割合っていうふうにパッと見で分かるように丸っていうふうにあえてつけてみましたね。まあ自分で書く時こうやって書いてもいいんじゃないかなね。紙面では別にこの丸っていうのはつけていないけれども、これ先生授業するときはいつもつけてます。パッと見たときに数値だけね、数値が並んでいるとこれなんだっけって思う子がいるので、割合だよっていうふうに分かるようにしています。まあそれだけということは、求めるのはこれでしょ、四角センチっていうのを求めるわけだから。何を求めるかって言ったら、ほら1に当たる、つまり元にする量だよと
いうことで、ここまで頭の中で整理するできる人もいっぱいいるでしょう。できない場合は見えるように自分で書く。あとはもう今までやってきたことと一緒、元にする量を上に書いておいて、下には割合に当たる量を書きますと。当然こうなる。はい。そしてさあ、上に対して下の数値何倍になってるかっていうと、これもあって思う人いるでしょ。もちろん小数のままでもいいですが、 0.375 っていうのは8分の3だったな。じゃあこっちを計算するときに分数にしておいた方が楽そうだから、分数で何倍になってるかっていうのを書いてみようかと。いいんじゃないですか。じゃあ四角求めるためにはどういう計算をするか。当然15÷8分の3。こうするとさ、計算は簡単だよね。小数で計算するよね。斜めに約分をして、つまり40センチと。はい、っていうふうにできると思います。難しくないでしょ。元にする量っていうのが四角の時、上に書きましょう当然ね。でそれに対して比べている割合に当たる量っていうのが何倍になるか。当然ここは 0.375 にしても同じ結果が出ます。いいよね。 15÷0.375 四角、つまり 40センチ。 この流れでいきましょう。問題ないかな。怪しいなっていう人は一旦止めてもう一回考えてみてください。はい、じゃあ次にいきます。じゃあ今度は2です。やっぱりね、あの割合はもう私立受けるにしても公立受けるにしても大切なので、何度でもやっておきましょう。じゃあ次です。今度はまあよく売買損益なんていうふうに言われてるけど、これも分からなかったら図ですよ。ある値段で仕入れた品物に 25% の利益を見込んで1600円で販売しました。仕入れ値は何円ですかと。仕入れ値わからないから四角円としておきましょう。ただ仕入れたまま品物売っても何もいいことないよね。だからもちろんこの右側に利益必ず必要ですね、売るときは。じゃあこの利益っていうのがどの程度かっていうと 25% なんだって。で 25% って何に対しての 25% かっていうと、この四角円に対しての 25% なんだよね。ということはもうここ小数の割合で書いちゃうんじゃない。ということはこの部分っていうのは 25%、 つまり 0.25、 この分だけ利益を見込みましたよと。そうするとなんと全体でこれだけの値段で売ることができましたよと。これで見えるようになったんじゃないかな。じゃあさ、分かることあるよね。四角円っていうのが1、これ書けるよね。四角円は元にする量です。じゃあどうしようかな。ここ分からないけど、あ、1600円、ここからここの長さっていうのが1600円。割合も分かってるね。1と 0.25、 つまりこの部分は 1.25 ですよ。これでいいでしょ。ということは1600円っていうのが 1.25 に当たりますよと。でこれも問題ないよね。当然上に対して下が何倍か、もちろんいいです。 1.25 倍でもいいでしょう。1と4分の1、つまり4分の5倍と考えてしまってもいいでしょう。計算の時は小数の方が、あ、小数より分数の方が楽なことは多いよね。だからパッと直せる場合
分数で何倍かっていうのを書いておくのも一つの手です。慣れたらね。慣れるまではいいんだよ、小数のままにしておいていいです。かける 1.25 だったら一瞬で出るもんね。かける 1.25、 つまり 1600÷ 1.25 しても同じ答えだから。ただこの場合、じゃあ四角どうするかっていうと、1600÷4/5でいいよね。ということは、1600×5/4。これも約分できちゃうね。つまり、1280円と。はい。問題ないから。この方が、まあ、計算自体は楽になるよね。小数で割るより。小数だと大体筆算しないと出ないもんね。じゃなくて、斜めに約分していって出せるよ。っていう意味では、こっちの方が楽でしょう。はい。怪しいなと思ったら、しっかり復習してください。では、例題はここまで。はい、では35回の問題に移りましょう。じゃあ、ただね、今回難しいと思わないと思うんだけど、ちょっと問題を選んでやりましょう。最初の方はかなり簡単だと思いますが、例えばね、この3番みたいな問題、食塩水っていうものが出た時点で不安になる人やっぱいるんだよね。でもさ、今までこう書いてるの思い出して、 12% の食塩水四角グラムの中には 30g の食塩が溶けていますと。なんかこれを書くだけで、あ、3つの要素のうち2つ分かったなっていう風に感じてもらえることが多いから、じゃあここを出すにはどうしたらいいかっていうと、これもね、まあ機械的に、ほら、塩はかけるものだなんて言って、こうやってね、食塩水の量に割合をかけて食塩を出すから。じゃあここも出せるよ。っていうふうに考えてもいいんだけど、同じなんだよね、全部割合って。これ、全体がさ、食塩水の量でしょ。ってことは当然これは1なんだよね、 100% だから。それに対してこの溶けている 30g ね、この食塩の量っていうのが 12%、 つまり 0.12 に当たるよっていう、これだけのことだ。だから全部一緒です。食塩水だろうが売買損益だろうが、割合っていうのはもう全て一緒って考えた方が分かりやすいと思うよ。じゃあどうするかっていうとね、こっち消します。四角グラム1でしょ、これも書いちゃえばいいじゃない。それに対して 30g は 0.12 に当たりますよ。あとは当然何倍か、0.12 倍。ということはこちらも 0.12 倍。じゃあ四角を出すにはっていうと、こんなでしょ、大丈夫、 30÷0.12 でいいでしょ、問題ないよね。この計算をすれば250と分かるよ。つまり 250g っていうのは全体だなって分かるよね。これが答えです。だからね、どんなものが出てきても割合っていうのはこれで片付けられるから、あとはもうこれ、もうそれだけで十分でしょう。でね、次からはちょっとだけ、なんていうんだろうな、ミスが増える問題です。いいかな、5番です。これね、正答率少し落ちるでしょう。四角リットルの
1.25% は3デシリットルですとあります。この時点でちょっと注意点あります。やっぱりこれですね、リットルとデシリットル単位が違うときにデシリットルで計算したまま答えを出すということがよくあります。だからそれだけ気をつけましょう。あと当然 1.25% この扱いも気をつけなきゃいけないよね。このまま計算することはできないから当然こうすることで小数の割合になったので計算が楽になりますよということです。あとねもう一個だけ、これもちろん小数のまま計算してもいいです。まあ多くの人そうするでしょうが、思い出しましょう。さあこれがわかる？大丈夫ね。じゃあこれを利用して分数にすぐ直せない？これ、これだって割合の考え方だよ。さあ何倍ですか？当然ということはつまり80分の1だな。ということで計算を楽にするためにはこれを80分の1と考えてしまった方が楽そうだな。ここまでいきましょう。あとはもう簡単、問題ないでしょ。四角リットルの、つまり四角リットルに対して3デシリットルっていうのは80分の1に当たるんだな。じゃあさ、かけるじゃん。四角リットルなんだよね。ここでこんな風にしておくと後で直さなきゃいけないって分かると思うんだよね。当然、まあ 10分の1すればいいと思うんだけど、じゃあこれで考えてみようか。三角デシリットルっていうことは、三角デシリットルが1とした場合、3デシリットルっていうのは80分の1に当たるんですよ。当然1に80分の1かけたら80分の1、こちらも同じね。ということはどうやってこの部分を出すかって言ったら、3÷80分の1、つまり3×80、 答えは240デシリットルっていうのになるよね。じゃあ三角デシリットル240と分かりました。リットルにするといくつかって言ったら、当然1リットルは10デシリットルですから24リットルと分かるよと、っていう手順を、まあゆっくりやったけどね、これをしっかり練習して、スピードを上げていけるようにすればいいと思うんだよ。でスピードを上げるためにはこういう工夫だよね。 0.0125、 あ、80分の1だな。じゃあそうやって計算を考えた方が答えは早く出るな。これでいきましょう。さあでもね、このぐらいです。今回そんなに難しくないので大丈夫だと思います。あとまあ強いて言えば、また9番だよね。これも単位を変えて作りました。だからちょっと難しいでしょう。9番は四角トンの 0.2% は2600g です。これはね、間違えると思うよ、結構。大丈夫そうかな。ポイントは、トンとグラムなんだよね。
さ、これね、何が、間違いやすいかっていうと、さっきはさ、リットルとデシリットルだったんだよね。今回はトンとグラムなんです。これ覚えてるかな。1トン、でね、これも覚えてる？1トンは 1000kg です。 1kg は 1000g です。つまり 1000g が 1kg だよね。この場合 2600g だから、これも割合だよ。 2.6倍 2.6kg ということはさ、1トンは 1000kg ね。1トンって普通キログラムと対比するよね。ということはグラムのままじゃなくて、ここをまず 2.6kg と考えた方が直しやすいなと。あとは1トンは 1000kg ということは、ここもキログラムで考えておいた方が最初はいいでしょうと。ということで、ここをまずこう考えておきます。そうするとさ、あとは普通に割合の計算をしてキログラムを出して、その後トンに直せばいいんだなって頭の中整理しやすくなると思うんだよね。だから与えられた情報の種類が多いとき、トン、グラムとかっていうふうに2つの単位が出ちゃったなっていうときは、なるべく1つの単位に揃えて計算する。これはどんなときも必要です。だからこれでいきましょう。これでだいぶ変わったよね。三角キログラムの 0.2% は 2.6kg です。さっきと同じことを言ってるんだけど、少し簡単に感じると。じゃああとはどうするか、全く一緒です。ここも考えた方がいいね。 0.2% ね、これも小数の割合にしなきゃいけないから 0.002 と。いいよね。であとはね、一緒だよ。三角キログラムが、全体の時 0.002 に当たるのは 2.6kg ですよと。で当然こうでしょ。もうこれだけ、あと一緒だよね。割り算をしてキログラムを出して、もうここはね、みんなやってね、大丈夫だよね。はい。っていうことはさ、ここが分かったよね。はい。そしてさっき書いたこれを思い出しましょう。1トンは 1000kg ということなので、当然 1300kg は、これもさ、割合の考え方と一緒だよね。 1.3 倍、当然 1.3 トンと。答えは 1.3 トンです。さあ、問題ないでしょう。難しくないよね。この場合難しいとしたら、単位を忘れてた場合はできないと思うけど、単位を揃えること、そして小数の割合にすること、あとは常に同じように割合の計算を考えること、これだけです。さあ、それでは、チャレンジ入試問題に行ってみようか。さて、今日は同志社公理中っていうところです。まあ西の名門ですね。ただね、やっぱり学校がどれだけレベル高いって言っても、割合は割合だからできますよ。考えてみよう。ある商品を仕入れ値の 25% の利益を見込んで定価をつけましたよと。大売り出しで定価の 10% 引きで売ったので、利益は375円になりましたよと。仕入れ値はいくらですか。
まあ、確かに、一行問題に比べれば情報量は多いです。でも一個一個整理していけば最後は一緒だから。まずね、ある商品を仕入れ値の 25% の利益を見込んで定価をつけたって言ってるね。それちょっと書いてみよう。仕入れ値基準とします。この仕入れ値の 25% の利益を見込んでって、これさっきやったもんね。ここまで一緒じゃない。で、定価をつけましたが、じゃあここまでね、ここが仕入れ値です。ここからここが定価です。考えようかが、まあこのまま売らずに大売り出して定価の 10% 引きで売ったんだって。この時点でちょっともうちょっと下に書こうかな。1を仕入れ値として、まあ、省略して書くと 0.25、 これが利益なんだよね。そして付けたものが定価ですよ。っていうことはさ、この時点で定価っていうのは 1.25 に当たるっていうことまで整理できたよね。ただしこのままでは売れませんでした。あとこれも重要ね、線分図にあまりたくさんのことを書き込みすぎると訳がわからなくなっちゃうから、じゃあここからもう一個違う線分図書いてみるよ。定価の 10% 引きで売ったんだって。ということは定価が 1.25 だよね。でもこれだと売れなかったので定価の 10% 引きで売ったら利益が375円になりました。ということは売り値っていうのはここなんだよね。でここで気をつけてほしいのが、慣れないうちここをね 10% 引きだから 0.1 って書いてしまう。でもよく考えてください。それはあくまで基準が1だったときは 10% は当然 0.1 だよね。でもこれ見て、基準が今度定価っていうのは 1.25 になってしまいました。その場合ここ 10% っていうのは違うよね。こういうことだよね。つまりね、いいかな。ということで、こうでしょ。 1.25 の 10% っていうのはここね、ここが重要。いいかな。ということは売り値っていうのは 1.25 から 0.125 を引いたここだよね。 1.125 に当たるんだと。さあ最終的に仕入れ値がいくらかを出すんです。じゃあどうしたらいいかというと、売り値がここでしょ、仕入れ値がここでしょ、いくつ増えたかっていうと、これもあんまり書きすぎると分かんなくなるので、シンプルに書いてみたいんだけど、こうだよね。仕入れ値を1としたとき、売り値どうなったかっていうと、こうなってるよね。はい。当然、利益っていうのは売り値から仕入れ値を引いた分だよね。ということは売り値から仕入れ値のこの 1.125 から1を引いた、じゃあこれ消します。利益は金額でいうと375円で、
それっていうのは割合で言うと 0.125 ですよ。これいいよね。そしてじゃあ上に書くよ。求めるのは仕入れ値です。いくらか分かりませんが、当然基準の1なんですよと。だから最終的にはさあ何倍かっていう考え方、これでできちゃうね。でこれだって当然8分の1と考えた方が楽だな。そうしてください。ということは四角かける8分の1が375円です。四角を出すには375割る8分の1、つまり375かける8をすれば出せますよということです。これでいいかな。さああとは計算だけです。375かける8、当然3000円ということでよろしいでしょうか。やっぱりこれも長くねちょっと時間をかけて説明したけど、さっとできるようになってほしいんだよね。そのためにはやっぱり最初はしっかり図を書いて見えるようにして、基準っていうのが変わるときだよ。定価は 1.25 に当たるんだと、そのときに気をつけるだけ。定価の 1.25 に対する1割っていうのは 0.125 だな、その考えです。ここだけ復習しましょう。あとはもう計算自体は単純だから問題ないと思います。はい、では今回はここまでにします。